ショータイム二等兵の友人屋です。T 隊長です。です。そして今日ですね、はい、あの目上の方。いや、とんでもないです。とんでもないです。本当にとんでもない。我々からすると、フリーザです。はい、戦闘力。年代的に。フリーザは分かる、通じる。わかります、わかります。ドラゴンボールは3回読みました。あ、よかったです。53万です、はい、戦闘力。はい。はい、ラディッツぐらいじゃないですか。我々ラディッツぐらいです。いや、もう、あ、氷さんがナッパぐらいですかね。はい、とんでもないです。本当に。申し訳ございません。ありがとうございます。ゆっこさんです。はい。こんばんは、皆様。こんばんは、皆さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。です。質問を何個かまとめていてですね、ちなみにゆっこさんってあの自覚って何でしたっけ？タイプは ENFPA が毎回出ていて、おおむねその通りかなというふうに感じています。毎回どれでもそれですか？どれでもそうですね。私 ENFP しか出たことないのかなと思います。確かあの僕も今自覚が ENFP なんですけど、同じタイプに見えます？知らんっちゅうのって話ですよ、ね。じゃあ質問から。ですね、最近こんなニュースが出たんですよ。12月21日、デイリースポーツです。跳ねるの扉うまくいかなかった準レギュラー芸人が後悔たっぷり。感情を出す相方はすごいと。というニュースがあったんですけども、うん、これはその平成のぶしこぶしの徳井さん、はい、吉村さんじゃない方。で、その人がですね、平成のぶしこぶしの吉村さんっていうのは結構なんかその破天荒がを売りにしていて、はい、キレとかじゃなくて、はい、勢いを芸にしているような方なんですね、はい、っていう相方さんの方はちょっとなんかおとなしめの方じゃない方って多分される側なんです、はい、でその人が言うのは、番組でオードリーの若林さんと一緒に出ていたんですけども、要はそのオードリーの若林さんはその子供の時から夢中になる力がないっていう話をするんですね。で、例えばそのバラエティ番組で電流をビリビリビリってやられても受けない。自分がリアクションしても、はい、なんかどのぐらいの痛さで順番的に俺がやってって、そういうなんか状況を何て言うんでしょう、分析して見ている時点で、はい、もう僕はそういう人だから、なんて言うんでしょう、感情が出せてないからつまんないっていうんですね。はい。で、その徳井さんっていうのも、いやもう自分の感情がわからないっていうんです。はい。で、一般的に悲しいことっていう認識だから、僕も悲しそうにしてるんだよっていう例を出して、はい、相方の吉村みたいに反射的に感情を出せるのはすごいと思う。はい。って言ったんです。はい。で、それはその、テレビ番組では感情型の人がそういうリアクションとかで早くやって、はい、多分得をしているって言ってるんですけど、うん、あの同じこのゆっこさんが僕と同じ F 型だとすると、はい、F 型で得したことってあります？ああ、 F 型で得したこと、得したなって思う。いや、これは多分吉村さんが得してるって言われてるわけじゃないですか。うん、うんうん、そうですね。ではい。で、僕、F 型で得したなんて思ったこと一回もなくて。それは僕もないですよ。え、T 型でないですか？得したなんてことは思ったことないですよ。F 型羨ましいと思います？思います。嘘やん。思いますよ。だから、こう自分にないものを羨ましいっていうのは人間なんじゃないですか。できないことをやってる人を羨ましいって思う。わーっとなんかこう、集団でいたときに、はい、F 型というか、なんか中心になってやってる人とかいるじゃないですか。盛り上げたりとか。うらやましいなみたいなのはありますよ。ゆっこさんとか自分でなんかその F 型で得じゃないのかな、得したわとかってあります？得したわっていう感覚はあんまりないんですけど、でも確かにそうですね、私は、やっぱり感情がパッと出てくるっていうのは多分外交型っていうのと、ね、あの感情型両方必要なのかなっていうイメージは私的にあるんですけど、そういう意味では私はもう本当に感情どんどん出る派なので、あんまりなんかこう誤解されることとかが少ないのかなっていうイメージはありますね。視聴者さんとかに、うん、T 型ではみたいなことを言われたりすることもない？
T 型、友達とかにはあるんですよ。T なんじゃない実はってすごい言われることあるけど、視聴者さんに絶対 T 型と言われることはもう全然ないですね。本当に。僕、なんかね、はい、よくライブ見てるんですけど、喋、はい、り方がね、はい、しっかりしてません？そうですか？しっかりしてます。しっかりして、F がしっかりしてないわけじゃないと思うんですよ。なんかね、僕も、はい、なんか絶対この人 T だよとかって思いながら、はい、見てるんですけど、はい、なんか慌てないんですよ。慌てない、慌てるのが T、慌てないのが T じゃないですよ。これ私、偏見ですから。はい。いや、全部俺と一緒みたいな感じですよね、きっと。そうです。で、あとは、はい、感じるんですよ。はい。僕の N 機能が、はい、ゆっこさんは T だって言ってるんですよ。はい。なるほど、なるほど。人いないのかなとか。思う人はいるかもしれないですけどね。でも、そういうツッコミはないんですね。そうですね。視聴者さんからは多分なくって、私は友達がすごい F 型にすごい寄ってる友達がすごい多いんですね。なんで、そういうなんか、はいはい、私より、より F な人たちに言われます。T なんじゃないみたいな。T の T 味があるよねみたいな。なるほど。パーセントの違いですね。はい、そうかもしれない。じゃちなみに、その T 型の方が人生得してるじゃんとかって思います？あんまりなんか得とか損とかはどっちの性格がみたいなあんまり考えたことないんですけど、正しい。どうなんだろう。そうですね。あんまりなんか、そういう話に多分視聴者さんともなったことあって、 T と F どっちが得だと思うかみたいな。はいはいはい。結構なんかお互い相手のタイプの方がなんかいいかもみたいな答えだった気もしますね。みんな割とな、それこそおっしゃったようないものねだりみたいな感じかもしれないです。そのさっきの芸能界とか場所によっては、はい、売れるのがリアクション芸人なら、はい、そうなんでしょうけど、はい、一般社会で別にリアクションって求められないじゃないですか。一般社会はでもうまく立ち回れる人が得じゃないですか。うまく立ち回れるのは言語で説明できる人ですよね。論理的に分かりやすく、まあ誤魔もすれる人ですよ。あ、なんか、はい、今ちょっと馬鹿にされましたよね。今馬鹿にしてないです。うまく立ち回れる人だ、そういう人を羨ましいなって思うわけじゃないですか。僕の方ができるのにっていう感情の中で、それもある。だから得してる感じはないっていう。あ、そういうことです、ね、自分よりも明らかにできない人がうまく立ち回っていいところにいたりするじゃないですか。するするするって。はい。なるほど。なんか若干なんかディスられた感じが。ディスってないです。まあディスられた感じしませんでした今。あ、乗ってこない。ディスる。賢いですね。いえ、とんでもないですけど。すいません。それで言うと確かに、はい。なんか T と F ってあんまりは、どっちもどっち、いい損得ある気がするんですけど、はい。なんか外交内交ってなってくると、なんか自分で言うのもあれですけど、外交の方が